周りですごい見てた人とかもすごい感動したって再試合になった時はもううちのもんだと思ったらしい。必ず上位に入ってくる歴史的なゲームだと思う、あの試合は。はい、こんにちは、上田剛です。滝です。今日はどんなテーマですか？テーマは、高校の選抜やってるということで、はい、高校野球の印象に残っている試合はありますか？ベスト3で挙げていただきたいなと思います。めちゃくちゃあるよ、とにかく。でもね、春の選抜で印象に残ってる試合って言ったら、まさに自分がやった試合、ハンカチ王子、斎藤佑樹選手と、斎藤佑樹選手、まあ、その当時、早稲田実業で、で、僕は関西高校で、8試合をしたんですけど、延長15回して、試合決着決まらず、再試合。再試合して、逆転でして、最後は、うちが結局負けて、試合終わった後と同時に、3月ですよ。雪が降ってきたんですよ。本当に演出でも何でもないんだよ。上見たら誰かおるんかなって、ここなんか。確かに3月ですもんね。そう、3月。その時はみんな試合に負けた悔しさ、悲しさ、もちろんあったんですよ。けど、それよりも、みたいな。雪みたいな。すごかったね。感動したっていうか。で、あの試合って、俺たちがやってた側だから、周りですごい見てた人とかもすごい感動したって、結構今でも思い出のゲームとして出てくるんですよね。まあなんせ長いことやったよ、試合は。15回ってすごいですね。15回だから、ほぼ2試合分だよ。そうですよね、うん、確かに。しかも9回まで点の取り合いして7対7で、そっから15回まで1点も入らんかったからね、お互い。めちゃくちゃしんどかったっすね。延長って点でなんか入りづらいですよね。入りづらい、結構イメージですけど。今は11回か12回からタイブレイクって言って、ノーアウトランナー1塁2塁から始まるのね。だから決着がつきやすくなってるんだけど、俺らの時それなかったから、タイブレイクっていうのが。何度も何度もサヨナラのチャンスがうちにはあったんだけど、ことごとく向こうのファインプレーで抑えられて、でこっちも何とかしのいでっていう感じで、結局まあ決着つかずに次の日にまた再試合、また試合すんのみたいな。で次の日はさ、もちろん斎藤佑樹は1回から15回まで1人で投げてるからね。さすがに次の日は斎藤はもう出てこないだろうと。うちは2枚ピッチャーがいたから半分半分で行ってたんだけど、斎藤1人で投げてるから、もう次の日は斎藤は絶対出投げてこないだろうと思ったら、案の定次の日先発違うピッチャーだからね。よっしゃ、今日はもう勝てると2番手が来たからと思って、1回裏うちの関西の攻撃、はい、でも0点に抑えられたからね、まあ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 いいやと、まあいけるよいつかっていう感じだと思ったら、2回の裏からもう斎藤出てきたの。やばと思って、昨日15回投げてるのにもう来るみたいな。しかも1点も取られてないのに先発ピッチャーが、これまた9回まで投げきったっていう。怪物ですね。投げすぎでしょ。まあ特にあの試合っていうのは印象残ってる。まずそれが1試合。もう1個はその夏にうちと再試合をした早稲田実業が、今度は夏の決勝でマークでしょ、田中将大の駒大苫小牧とまた再試合した。またするの再試合みたいな。どこにそんな体力あんのっていう。そんな大きいわけじゃないんだよ、斎藤佑樹なんて。それで投げ切って勝って優勝したんだよね、早稲田が。やっぱ今となってね、早稲田実業のメンバーと会うとね、再試合になった時はもううちのもんだと思ったし、それは選抜うちと再試合やってるから、再試合は任せろと。自信ついてそこで。まあ、あのマー君 の, その体調があんま良くなかったっていうのもあるんだよね、あの夏の大会中ずっと。でもその中でもやっぱ投げて決勝まで行ってるっていうのがすごいんだけど、やっぱその斎藤のタフさ、打たれても打たれても表情変えないから、彼はこっちがこう打って打ってやってさ、向こうがもうああみたいな、やべえやられたみたいな顔して、あやってやった感あるじゃん。でもさ、打たれても抑えても何一つ表情変わんないから、感情のコントロールができるんだよね。俺たちっていうのは打ったら嬉しい、点取られたエラーしたら悲しいみたいな、心のバランスが全く取れてなかったんで、うちの学校はそこがやっぱこう弱い部分だったのかなっていうふうに。実力はすごいあったんだけど、これね、僕引退してすぐに早稲田実業の泉監督の元に行ったんですよ。でそこでちょっといろいろお話を聞かせてもらった時に、うちは関西高校と試合した時にまず勝てると思ってなかったと。明らかに実力差あるし、もうこんなん絶対無理だって、勝てるわけねえと思ったんだけど、試合をやった時にうちがホームラン誰か打った、でみんなガッツポーズし喜ぶ、喜びすぎるぐらい喜ぶ、でエラーした、冒頭投げた、点取られたって言ったら、もうみんなもう試合が負けたんかっていうぐらい悲しむ。その時点でこれはつける隙十分にあるなって思ったって言われた。俺たちはそういうとこ見られてたんだなって。実力はあるのに心のコントロールができてないと。だから野球って1回から9回になって10点以内って言うか15点以内って言うか、高校野球なんて特にそう、勝ったと思った時点でやばいから、そこにドーンって隙があって足元すくわれちゃうから。でもこれって俺はもう十分高校時代に経験してきてること、高校時代に何点開いててもやっぱり逆転されて負けてきたから、それはやっぱ今は逆に高校生教えてる時に、絶対勝った気になるなよっていう風に言って、絶対必ずピンチが来るからって、どっかにそんなすんなりうまいこと高校野球いかんよっていう話をしてるんで、
その泉監督に言われた時には確かにと思って、それは自分が今プロになって現役生活やって終わった後にもう一回早稲田との試合を見返した時に確かにそうだなと思ったんで、その時は分かんないから、そんなことは、それはすごく勉強になりました。僕はやっぱ夏のね、早稲田が優勝したっていうのも納得できるし、やっぱり彼らは初めて優勝が決まった瞬間に大喜び、それまではもちろん小さい喜びや失敗した時のあれとかあると思うんだけど、そういうのはなるべく表情に顔に出さずに試合が終わって喜ぶっていうところがすごい出てたかな。で、まあ、もう一個はこれはもう僕が子供の頃に見た試合なんですけど、横浜高校と PL 学園の延長17回かな、そう、あの頃は延長17回までやってたと思うから、当時の横浜高校のエースがみんなも知ってると思うんですけど、松坂大輔さんって言って、甲子園のといえばもう松坂大輔みたいな、松坂さんが横浜高校のエースで、今大阪桐蔭で住んでるんですよ、ね、はい、昔は PL 学園、伝統ある PL 学園と横浜高校が対決すると。で、横浜はもう松坂さんがその時怪物って言われてたから注目されてたと。で、春の選抜優勝してんの。それで夏の大会を迎えて PL と当たるんだけど、そこでまあ延長17回、しかも俺その時見に行ってたの甲子園に、熱中症で倒れたからね、長いし暑いし、はい、見てるお客さんが倒れるぐらいの暑い中で延長17回、もちろんその試合の中でプロ野球選手になってる人がたくさんいるので、中で何が行われてたか、どういう作戦が行われてたかっていうのをまとめたドキュメンタリーみたいなのがあって、その内容を見た時にすごいレベルの高いことやってたの、高校生なのに。で、俺それ見てすげえなって思って、やっぱり PL 学園はあの松坂大輔をどうやって打ち崩すかっていうのに神経を注いでやってていた。で、横浜もこんだけ食らいついてくる PL 学園にちょっとやばいっていうのもありながら、それこそ横浜が点を取っても取っても跳ね返してくるわけよ。松坂さんが最後のバッターを打ち取った時に、うん、ああもう終わったみたいな表情したわけ。よっしゃーとかじゃなくて、勝ったじゃなくて、もう長い試合終わったよみたいな、やっと終わったよみたいな、やりきったみたいな感じで終わってるのね、はい、40度ぐらいあるところってさ、何百球投げるんだから。でもあの試合って多分ね、もう今までの甲子園の長い歴史の中で必ず上位に入ってくる歴史的なゲームだと思う、あの試合は。で、俺もそれをやっぱ見てすげえと思って、絶対甲子園に出たいって思ったきっかけの試合がそれだった。高校野球っていうものに、すげえな、野球ってこんなすげえんだと思ったのか、あの試合だったから。野球やってたけど、見るっていうのはそっからだったかな。プロ野球を見るよりも高校野球を見る方が好きだったから、今でもやっぱり高校野球ファンっていうのすごい、あくまでも高校生がやる野球なんだけど、でもね、すっげえもいい高校野球。ガキも高校野球応援してたことある？あります。一回甲子園ちょっと応援行ってみて。甲子園はないんですね。一回行ってみて。行ってみます。特に夏すごいから、ものすごい雰囲気でやるから。俺がもし監督になってたら応援来てな。もう絶対に行きます。どこまででも行きます。頼むよ。はい。高校野球自分がやってて卒業してプロ入って、まあ、今はまた高校野球携わってるけど、高校野球は面白いわ。なんとか仕上げたいなって思うし、甲子園を味わわしてあげたいなって、今の生徒たちに味わわしてあげたいなってものすごい強く思ってるから、頑張りたいですね。これは高校野球ってプロ野球と何が違うかって、一発勝負なんですよ。高校野球って負けたら終わりなんですよ。プロ野球はリーグ戦だから、この試合負けたら終わりっていう試合って、日本シリーズ第7戦だけとか、クライマックスの3戦目とか、まあ、もちろんシーズン中にもあるんだけど、本当にトーナメントって負けたら終わりだから、それでこの1試合に全力を注がなあかんわけ。捨て試合なんかもう1試合もないわけ。この1試合っていうものにかけていく緊張感とプレッシャーもすごいもんがあるから、だからこそ練習でよりその緊張感に近い練習をしなきゃいけないし、プレッシャーをかけて練習しなきゃいけない。だからね、もう今はね、まあもちろん体罰とかいろんな問題が出てるんだけど、なんか暴言でどうとか出てるんだけど、これ言っちゃうんだけど、 もちろん体罰殴ったり蹴ったりするのはこれは良くない、これは絶対ダメだと思うんだけど、本当にね、選手のことを思って本当にこいつらを勝たしたい、勝たしてあげたいと思ったら多少厳しくなるよ。そうです、ね、殴る蹴るは別として、はい、まだまだ子供じゃないですか、高校生なんて、はい、分からないことだらけだし、そこでそうやって厳しく教えなかったら彼らが逆に困るわけじゃないですか。なんかすごい今さ、ヤフーニュースが出てくるわけよ、体罰とか暴言で監督謹慎って何みたいな、暴言で謹慎って何と思うの、はい、ちゃんと分からなかったら教えてあげること、だってその子たちが憎くてやってるわけじゃないから、ちゃんとしてもらいたいからって思ってやってるわけだから。なんか厳しいチームほど引退とかして監督と仲良くなったりしてるイメージなんですよね。そうそうそう、そうなのよ。高校の時ってもううるせえなって、もううるせえな監督っていいのよ、嫌われて、はい、だけども卒業して社会に出て自分がいろんな経験をしてきた時に、ああいうこと言ってたんだってなって、はい、最後感謝されればそれで OK、 それでいいと思う、はい、だからいつも生徒たちに言うのは、怒ってくれる人は絶対大事だよって、
怒られなかったり、今は怒ってくれるけど、今から就職して社会に出た時にもう怒られなくなりました、見放されましたってなったら、もうこれは一番人としてダメージがでかいっていうか、人から見放されるってものすごいこう損してることじゃん。まあ今はね、怒られたことに対してうるせえなって反抗的なのがいいんだけど、それはうるせえなって思ってくれても結構、腹立ってくれても結構だけども、言ったことはちゃんとやってほしいっていうのがあります。はい、それが今分からなくてもいやいやでもやってほしいっていうのは、話がものすごい大事でした。ちょっと話がそれちゃったんですけど、この動画のメインは高校野球で一番思い出に残した試合です。はい、これ3つあげましたよ。はい、すいません、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。